おはようございます。日本一周77日目、10月11日月曜日の現在時刻朝6時15分です。今私ね、こちら佐賀県は唐津市のとある場所で朝を迎えております。こんな感じでね、海が見えてるんですけれども、10月ね11日なんで、もうこの季節になるとね、日の出がちょっと遅いですね。5時半にね目が覚めてもまだ真っ暗なんでね、だいたい6時ぐらいにならないとね明るくならないですね。しかしどうでしょうかね、天候の方は雲は出てますけどもね、晴れそうな雰囲気ですね。今ねこの海沿いのねとある場所を出発いたしまして、ちょっとね大急ぎで出発したいと思います。私おトイレに行きたいでございます。急いでおトイレに行かないと大変なことになるので、ちょっとね急いで出発したいと思います。すいません。さあ出発です。目的地のね虹の松原というところまでね8分。さあハスさん、8分我慢することができるのか。あ、柿焼き美味しそうじゃないですか。あ、エビ。しかしそんなこと言ってる場合ではない。これは一刻を争う事態です。ハスさん、おトイレ事件、佐賀県で漏らすわけにはいきません。佐賀の皆さんに申し訳ない。なんとしてもおトイレに行かねば、おトイレに行かねばならんのですよ。私は佐賀に落とし物をするわけにはいかないんですよ。急げ急げ、ハスサンバー。セブンイレブンがあるじゃないですか。急遽予定変更でセブンイレブンに行きますよ。先にね。さあ助かりました。私助かりましたよ。さあ私佐賀県で失態をさらさずに済みました。左方向、ありがとうセブンイレブン。先ほどね道路のね表示で虹の松原、松の枝に注意なんていうふうに書かれておりましたけれども、あ、この辺全部これ松の木でしょうかね。わ、すごいですね。これはすごいですよ。しかしね、虹の松原っていう場所はまだあと5分、3.8 キロ先なんですけれども、この辺り何でしょうか。これすごいですよ。松原内店舗は営業中なんて書かれておりますけども、この辺りがもうすでに、そうなんでしょうか。すごい風景ですよこれ。松の木だらけだ。何やら右手にカラフルな看板のような何かがありますね。何でしょうかあれは。気になりますね。すごい場所ですよこれ。どういうことですか。いやー、延々とね松の木ロードが続いてますけども、右手には何でしょうか、カフェなんかがあったりして、すごいですねこの風景。初めて見ましたよこんな、こんなにね松の木が、っていうかこれ本当に松でしょうかね。いや松だと思うんですけれども、すごいですねこの風景。異様な風景ですよ。あ、虹の松原まであと2分、1.5 キロとなってるんですけども、ひょっとしたらこれ虹の松原まで続く感じですよね。と言いますか、これがもうすでに虹の松原の延長線上と言いますか、一部のような、そういう状況なんでしょうかね。私その虹の松原というのがね一体何なのかよく分かってないんですけども、分からずにね一応観光スポットということで目指している状況なんですけれども、あ、何やら昭和レトロなお店ありますけれどもね。どうでしょうか、虹の松原まであと 1.1 キロ。あ、おそらくね続きますねこのまま。すごいですよこの道、松々ロードですよこれ。すごいじゃありませんか。いいじゃないの、いいじゃないの松。すいません。カラツバーガー、カラツハンバーガーとコーヒー、唐津です。私ね、まあ、現在佐賀県は唐津市をね走っておりますよ。海沿いですね、北側のね海沿いを。あ、もう到着しますよ虹の松原。あ、もうすごいですねこれ。すごいですよ虹の松原、本当に松のパラダイスだこれは。松好きにはたまらない虹の松原。松好きというのはいるのかどうか分かりませんけれども、松好きのパラダイスでございますよこれ。さあ Google マップによるとね、あれれれれ、もうこの辺りが右手とおっしゃってますが、目的地は右側です。駐車場左手になっておりますね。こちらがね
着いたしましたよ。これは駐車場ですよね。防風保安林と書かれて松ぼっくりがね落ちておりますよ。虹の松原だけにすごいですね。いやびっくりですよ、本当にびっくり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 ですよ。あ、立派な松ですねこれ。いや、おったまげた。ちょっと車を降りてみましょうかね。さあ現在時刻9時5分、というわけでね、私今こちら虹の松原、佐賀県は唐津市ですね、こちらに来ております。有名なね観光スポットのようなんですけれども、私ね存じませんでしたけども、すごいですよねこれ。本当に松だらけですよ。私ね先ほど朝からね大きな方を落としてきまして、すっきりしておりますよ気分爽快。すいませんね、お食事中の方申し訳ございません。いやーすごい立派だなこれは。松だらけですよこれ。なんか神社のようになって、うわなんだこれ、びっくりした。なんともどでかいね。これはちょっと異様な雰囲気ですよ。すごいですね。うわーこれはねちょっと現地にね来ていただいたらね、なんとも言い難い、ゾゾゾッとするような雰囲気がありますよこれ。近寄りがたいと言いますか、ちょっと若干ね怖いと言いますか。うわーすごいですねこれ。びっくりですよこれ。私ね何もね調べずに来たんで、ちょっと今ねネットでね虹の松原を調べてみたんですけれどもね、虹の松原、唐津湾の海浜に続く虹の松原は国の特別名勝で、日本三大松原の一つに数えられる景勝地です。長さが約 4.5 キロ、幅約 0.5 キロにわたり、約100万本の黒松が群生しています。すごいですね、100万本もあるんですね。 4.5 キロですよ。その歴史は古く、17世紀初め初代唐津藩主寺沢広隆が暴風膨張のため海岸線の砂丘に黒松を植林したのが始まりとされています。また虹の松原は数々の不思議な伝説がある場所でも有名です。その1、豊臣秀吉が名古屋城へ向かう途中、この松原を通り、あまりセミが鳴くので騒々しいと叱った時以来、セミの声が絶えたと言います。本当でしょうかその2、秀吉が松原を通っている時、松が高く邪魔で眺めが良くなかったので、低くなれとぐっと人睨みして以来、高くならない睨み松があります本当でしょうかまあ、などとね、そういういろんな言い伝えがあるようですね。すごいですね、 4.5 キロ、100万本の松ですよ。びっくりですね。これが虹の松原だ。これはねもう通ってくる道中からね、ちょっと見たことのない風景で、なかなか見応えありますよこれ。さすがにね、下には着火剤、あ、いや着火剤じゃない、松ぼっくりがねいっぱい落ちてますよすごいですね。これは何ですかこれは。何か祀られている感じですね。何やら中の方はね、蜂の巣にねブツブツになって、こういうブツブツはちょっとね気持ち悪いんでね、見てるだけでも気持ち悪くなるんですけども、何なんでしょうかねこれ。こちらね、何か鍵が、南京錠のかかった何かがありますけれども、これは何でしょうか。ドラゴンなどと書かれておりますけども、竜が出るんでしょうか。あ、井戸ですか。この井戸は清掃用です、飲用水ではありません。あ、これですね、このドラゴンが、これが井戸っていうことですね。なるほど、なかなか見応えはありますね。これはぜひともね、佐賀県お越しの際は一度ね、虹の松原来られてみてはいかがでしょうか。さあ現在時刻9時42分です。ここから約8分、4キロ先にあるね、とある場所に向かいたいと思います。今日はね、のんびり行きますよ。今日はというかね、今日からね、ちょっともう時間に追われる旅はやめてね、もっとね旅を楽しみながら行こうかなと思って、時間に余裕のある行動予定を立てました。さあ私は今から一体どこへ向かうのでしょうか。さあ正面にはね、左方向です、佐賀県唐津市の海が見えておりますよ。おいっと、あ、釣りをされてるんでしょうね。釣り具を持って歩かれてる人がいますけども、今日は天気は曇りのようですね。明日あたりからね、ちょっと若干降水確率 50% ぐらいになる見込みなんですけども、この辺りが昨日よりはね随分と過ごしやすくね、涼しい気温ですね。さあ私がやってきたのはこちら、唐津協定場だ方向です到着いたしました唐津。
ボートレース唐津と書かれております。左手申し訳ございません。またもや来てしまいました。来ちゃいました、来ちゃいました。すいません。どうかその先目的地は右側です。どうかお許しください。さあ現在時刻10時50分です。今私ねやってきたのがこちら、ボートレース唐津あ、ポプラというスーパーコンビニ併設されているようですね。さあ私初めてですよ、ボートレース唐津。すごいですね、なかなか綺麗な感じですね。あ、もう走るようですね。あ、すでにもう第5レースが出走するようですね。協定のね、グッズ、キーホルダーとかね、売ってるみたいですね。あ、これはお風呂で走るようなやつですね。ね、入場無料って書いてましたね、今。駐車場もね、無料なんですよね。予定を変更します。あの出走表を見たんですけどね、1号艇硬いやつがね今日最終日ということでないんですよね。あまり当たりそうにないんでね、最終レース12レースだけねやるという形でね、12レースがね14時40分ぐらいなんで、その時間に戻ってこれるようにね、それまでちょっとね海沿いの観光地をね見に行きたいと思います。おそらくね今やってもね外すだけなんですよね。私は負ける戦はしません。ということでね、日本最北東端やったかな、じゃあ最北西端やったかな、なんかのね海沿いのね観光地をねちょっと行ってみたいと思います。いやーちょっとね雨が降ってきましたよ。天気予報ね今日ちょっと微妙な感じだったんですけども、明日もねさらに降水確率が上がるということで、今日のうちにあの海沿いのね日本最西最北西端、いや違う、本土なんちゃら東端違う違う、そっちの方ね今日行っておかないと、多分明日行ったらね雨が降ってる可能性が高くなるんでね、よかったですよ。協定場なんか行ってる場合じゃないですよ本当に。さあ七つ釜とね書かれておりましたけれども、今現在ね七つ釜というところに向かっております。あとねこの辺りね、これ呼ぶ子って読むんでしょうかね、呼ぶっていう字にこうでイカがね有名らしいんですよね。イカが僕結構好きなんでイカも食べたいなと思ってるんですけれども、時間があったらねイカ食べましょうかね、後で協定の12レースに間に合うようであればさあ右手にどでかい風車がたくさんありますよ。風車群があんな近くに風車がね見えましたね。もう七つ釜のところあと手前7分ぐらいのところに来てるんですけども、すごい風車のねどでかい、もう真ん前まで来ましたね。こちらね風車群ですよ、たくさん風車があります。さあ先ほどからね道路沿いにね結構こんな感じでね草がすごい生い茂ってるんですよね。若干ね雰囲気が鹿児島県のあの南の方のあの雰囲気に近いような、あちょっと違いますかねどっちだよって感じですけども、すごいねなんかこの道路沿いにね道路にはみ出してくる勢いで草がね生い茂っておりますよ。先ほどもっとすごかったんですけどもね、このね走行車線の3分の1以上草木がはみ出してたという、そんな場所を通過してきましたけども、先ほどはやはりねこの辺りのね草木がなんだかねちょっと変わった雰囲気なんですよね。あまり関西では見かけないようなねそういう雰囲気の草木の生え方してますよ。おっと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 、海ですか、海が見えてきましたね。あちらねちょっと分かりにくいかもしれませんけど海ですよ、海ですよ皆さんほらこの辺のね草木がね、ニンともカンともですよこれ。うわ正面の海がいいじゃないですかこれ。もうそろそろあと2分到着しますよ。七つ釜と言われるね観光スポットなんですけれども、さあ一体どんな景色を見せてくれるんでしょうか。さあ到着しました。あ素晴らしいですね、駐車場がねありますよ、広々とした駐車場が。あお食事所なんかもねあるみたいですね。七つ釜
観光遊覧出港場所というふうに書かれておりますけども、目的地に到着しました。到着いたしました。おっと、旅ライダーさんがいてるようですね。おいいじゃないですか。うわ、素晴らしい景色ですよ。七つ釜、さあ到着いたしましたよ。七つ釜ですよ皆さん。七つ釜限界国定公園ですね。さあ現在時刻11時56分です。こちら七つ釜、佐賀県は唐津市ですね。やってまいりました。さあこちらがね、七つ釜ということで、現在地はどこでしょうかね。展望所と書かれておりますけれども、あ、現在地ここですね。あれで結構展望所まで遠いんですか、ひょっとして。駐車場、七つ釜はどれでしょうか。わかりませんね。わかりませんね。これは向こうの方まで結構な距離あるように見えますけどもね。展望所まで行ってみましょうかね。しかしね、こちらね、すごいですよ。この岩壁、どうも私ね、岩壁に目が行ってしまうんですけれども、いいじゃないですか、岩壁。あれがね、遊覧船でしょうかね。遊覧船乗り場があるって書かれてたんでね、ずっとあの辺りを遊覧船に行くんでしょうかね。岩壁が綺麗ですね。さあちょっと向こうの方も行ってみましょうかね。さあ今ね、歩いてる人に聞いたんですけれども、やはりね、車はここまでで、ここに停めて、あとはね、歩いていくみたいですね。せっかく来たんでね、見える景色のいいところまで行ってみましょうか。これ本日欠航って書いてますね。っていうことは先ほどの船は遊覧船ではなさそうですね。食事場やってるんでしょうか。やってなさそうな雰囲気ですよね、どう見ても。これから先は入れない。このようにね、歩行者はこっちから通って、車やね、バイクは通れないようにチェーンが貼られてますね。ここを歩いてね、10分かからないっておっしゃってましたね。今聞いてみたんですけども、あ、この辺りもなかなか木々がね、昨日行ったね、あのトトロの森に似てるようなね、何やらこのね、木がね、ちょっとね、ウェーブしててね、独特な雰囲気ですね、この辺りも。ここもね、トトロの森と言っても過言ではないぐらいね、ジブリ感が漂ってますよ、この辺りの木。すごくないですか、この雰囲気。なかなかね、近畿地方では見かけないような雰囲気の木ですよ、これ。すごいですね。さあ、今日はね、平日ということもありまして、人がね、少ないんで、そして昨日と打って変わってね、ちょっと若干涼しい感じでね、あ、こちら、東屋とベンチなどがありますよ。いいですね。歩いててもね、なんかすごく気持ちいいですよ、この涼しさとね、この変わった木々。そしてね、これがね、北海道とかだったらヒグマがひょっこり反するんじゃないかと怖いんですけども、ここはね、九州ということで、九州はね、クマがいないらしいんですよね。昔はいたらしいんですけれども、今現在ね、2021年、クマ、まあ、月のワグマですけども、いないっていうふうにね、伝えられてますね。わあ、すごいですね、本当に。この木が何でしょうかね、この木は変わった木ですね。さあこちらにもね、先ほどと同じ看板が出てまして、あれで、ここでしょうか、これは何でしょうか。あ、ここにね、七つ釜こちらと、こちらへいらっしゃいとかで、メガネ岩がこっちのようですね。 あちらね、遠くの東屋のところにね、休憩されてる方が見えますけども、あれはトイレでしょうかね、おそらく。あ、すごい景色で、なんか気持ちいいですよ、これ歩いてて。気持ちいいじゃありませんか。あれは何でしょうかね、何やら銅像のようなものが見えますね。七つ釜、まだこっちのようですね。まだ向こうのようですね。あれはちょっと何か気になりますけれどもね、何でしょうかね、あれ。わ、海が見えますよ。わ、すごい、すごい岩壁だ、ここ。この岩壁なんだ、これ。うわ、すごいぞ。これはすごい。うわ、ハスさん大興奮ですよ、この岩壁。すごいですよ、なんか変わった、縦に線が入ってますね。こちらもね、また変わった感じのくねくねとね、ねじりねじりの木が生えてますけども、ほんで細い木ですね、これ。ねじれた、これも変わってますよ、この木。さあこちらはベンチがありますけど、あ、なんだこれは、すごいぞ。何やら、ボコッとね、穴が開いてますけども、これですか、ここが最終地点でしょうか。うわ、すごいですね。こちらに何やら、あ、展望所のような形ですか。うわ、
すごいじゃないですか。このね、岩を、うわ、怖いぞ。怖い、落ちる、押すなよ、おお、怖いな。これは怖いですよ。怖いですよ。突風が吹いた、うお、すごい。私ね、高いところが苦手だもんで、怖いですけれども、あ、すごいですね。あの辺りがね、ちょっとした穴ぼこになって、穴ぼこではないですか。洞窟といいますか、何でしょうかね、これ。おそらくね、この辺りがね、洞窟じゃないですけれどもね、遊覧船でね、この辺りまで来れるんでしょうね。穴がね、べっこり開きまして、これ。ごめんやして、遅れやして、ごめんやして、これ。あ、遊歩道、あそこからあんなとこまで続いてるんですね。すごいで、すごいでじゃん。カットすごいじゃないですか。七つ釜いいじゃないの、いいじゃないの、七つ釜。ボコボコボコとね、なぜこのような形になったんでしょうか。不思議な形してますね。あのあちらのね、岩壁も縦に線が入ってますよ。すごいですね。何やら島々がね、海の向こうに、あ、船もありますけれども、気持ちいいじゃありませんか。これはね、生でね、ぜひともね、見応えありますよ。これ見に来られてみてはいかがでしょうか。さあ、せっかくなんでね、七つ釜のこの展望ポイント、こちらまで行きますよ。中条節理、あ、中条節理ってね、よく観光地で目にしますけどもね、ちょっと文字が読みにくくなっておりますけどもね、向こうの方に第二休憩所トイレなどと書かれておりますけれども、あー、すごいじゃないですか、この先端。うわー、ここでタイタニックごっこができるんじゃないですか。これ、あ、こちらじゃないですか、七つ釜。すいません、間違ってました、私。こちらですよ、これ、すごいですよ。うわ、あのね、穴のような、洞窟のようなところまで遊覧船が行けるんでしょうかね。この海、若干ね、エメラルドグリーンの、そんな色してますね。すごいじゃないですか。これですよ、縦にね、すごいね、線が入った岩、この岩壁、なんでしょうかね、これ。この下は海ですよ。危ないですよ。いや、これほんとね、変わった感じですよ。これは素晴らしい。これはぜひともね、皆さん生でね、ご覧になられてはいかがでしょうか。すごいですね、七つ釜。いいじゃないの、いいじゃないの、七つ釜。すいません、ほんとすごいですよね、あの辺の岩がね。これ岩壁マニアの私にとってはたまりませんよ。今日はね、天候がね、若干曇り空ということで、あいにくの天気なんですけれども、すごいですね。あれ、私どっちから来ました、こっちでしたっけ。まだまだね、ずっとね、道は続いているようですけれどもね、私はもうこの辺でね、次のポイントを迎えたいと思います。ではね、柵を乗り越えないでください、下は断崖絶壁で大変危険ですっていうふうに書かれてますけどもね、このね、木々の隙間からもね、見えるんです。わー、すごいじゃないですか、ここから間近に見えますよ。断崖絶壁で危ないですからね、ここから絶対に降りてはいけませんよ。さあ、現在時刻12時32分です。次の目的地ね、日本本土の最北西端の地までね、行ってみたいと思います。いや、七つ釜も本当良かったですよ。ここね、お食事所もね、空いてるようですね。私ちょっとね、時間が押しておりまして、次に行きますけれども、イカも食べたいんですけどもね、間に合いますかね。この辺りね、あまり車とすれ違わないですね。ちょっと交通量も少ないような、そんな印象ですね。アイクもいるようですね。あれ、行かないんですか。最北西端はこっちですよ。こちら道の駅桃山天下市って読むんでしょうか。道の駅はありますね。大量、これイカはあるんでしょうかね。あ、イカって書いてますね、一夜干しイカ。名古屋城跡っていうふうに書かれておりますね、右手。名古屋城って言っても、あの愛知県の名古屋ではないんですけれどもね、この岬は波戸岬って読むんですね。戸じゃなくて道のようですね。波戸岬、こちら波戸岬キャンプ場って書かれておりますね。キャンプ場があるようですね。すごいいいじゃないですか、こんな
最北セーターの近くのね、海の見える、あ、この辺りもいいですね。これ何でしょうか。ここは駐車場と公園のような広々とした、ここがキャンプ場なんでしょうか。海がね見えてまいりましたよ。ここは一体何でしょうか。あ、すごいバイクがいっぱいいますね。波戸岬、日帰り入浴なんてあるんですね。すごいバイクがいっぱいですね。あそこイカが干してますね。ここイカ食べれるんでしょうかね。ここで後でもう何か食べちゃいますか。さあ、この辺り車止めて歩きますか。さあ、現在時刻12時54分です。今私ね、こちら日本本土最北西端の日、佐賀県は唐津市ですね、やってまいりました。こちらがね、日本最北西端の日っていうのがあるんでしょうかね。あ、ここすごい綺麗な砂浜になってますね。こちらはね、ハートのモニュメント、展望と最北西端っていうのは違うんでしょうかね。とりあえず行ってみましょうか。こちらね、 Google マップ上にはね、恋人の聖地などと書かれておりまして、ハートのモニュメントのようなものがあるらしいんですけれども、日本最北西端の日もこちらにあると思われるんですけどもね。あれ、なんか車で入ってきてる人もいますね。あ、これはあれでしょうかね。ひょっとしたらキャンプ場の人は中に入ってこれるんでしょうかね。あ、見えますね。あれがハートのね、モニュメントですね、おそらく。さあ、こちらがね、波戸岬、書かれておりますね。ザ・ノースウェストエンド。これでしょうかね。東経129度51分、北緯33度33分。波戸岬。これでしょうかね。最北西端の地の日っていうのは。おそらくこれですよね。あ、何やらあっち渡ってる人がいますよ。こちらはね、海中展望塔っていうふうになってますね。あ、そこでね、料金支払って560円、一般560円で、こんな感じでね、あ、見れるようですね、海中が。これは見てみたいな。これは見るか。見るしかないか。わあ、すごいですね。気持ちいいですよ、海。岩岩がね、いいじゃないですか。そしてこれがね、ハートのモニュメントですよ。恋人の聖地ということで。私、一人で来て、いいんでしょうかね。あ、何やらね、ここ、道のようになってますけども、人がね、降りていった形跡がありますね。さあ、こちらが、モニュメントですよ。あ、恋人の聖地って書かれてますね、やはり。あ、桂由美。ブライダルマザー、桂由美。ハート岬があなたの愛を育みますようにということで、こんな感じですね。こんな感じでね、恋人の聖地ということで、カップルで来られるのが一番いいでしょうね。サザエのつぼ焼きです。はい、どうも。サザエ、いただきます。うん、そしてこちらがイカ、タレ焼きでございます。そうですね、ぐるっと。じゃあ、1100円ちょうどで。はい、ありがとうございます。はい、どうも。どうもごちそうさまでした。イカが美味しかったですよ。やはりね、あのイカもね、ヤリイカって言ってましたね。この辺りね、ヨブトやったかな。イカが有名らしいんですけども、美味しかったですね、イカ。さあ、現在時刻13時28分です。出発いたします。美味しかったですね、イカ。サザエもね、美味しかったですよ。サザエさん、サザエさんと、サザエさんは愉快だ、にゃんにゃんにゃん。いやー、なんだかんだね、いい天気になってますよ、今日も。先ほどね、ちらっとパラパラっと雨降りましたけども、やはりね、青空が広がっております、私。晴れ男でございますよ。この度ね、10月1日にスタートしてからね、今日が10月11日ですけれども、雨に打たれておりませんね、私ども。すべてこのような快晴でございますよ。すごいじゃないですか。さあ、現在時刻2時5分です。私、左方向です。舞い戻ってきました。右方向。ボートレース唐津、舞い戻ってまいりました。
先ほどはですね、あまりね好ましくない1号艇がね、あんまり信頼できないようなねヘボい感じのばっかりだったんで、12レースね、今日が優勝戦ということで、1号艇がね地元佐賀の選手のようで硬そうなんですよね。すごい駐車場がいっぱいでしたね。さあ現在時刻2時8分です。私こちらボートレース唐津、佐賀県唐津市戻ってまいりました。12レースがねもうすぐなんで、最終12レースのね優勝戦だけやってみたいと思います。持ってまいりました唐津協定。まあ、すごい人が増えましたね。やはりね、もう1号艇、1着固定の1から2と4でね、2点買いでいきたいと思います。唐津12レース、2連単、さあ、私がね、購入しましたのが1から2と4ですね。このね、1、1着固定の2着が2番か4番かというこの2点買いです。1号艇っていうのがね、白い色で、2が黒色、4が青色ですね。なので白色がね1着になるのを応援して、あとは黒と青ですね。白色の1号艇が1着になるのを応援して、あとは2着はね2番の黒の2番か青の4番ですね。さあ走りました。白色逃げてくれ、インコースですね。一番ねこっち側の外側のインコースのね1が、あー4が来てる、1いけ、1頑張れ、ここですよ、1が逃げてくださいよ、1、うわー4が、うわー、さあというわけでね、ギャンブルというのはこのようにね、前回私勝ちましたけども、結局ねその次また調子に乗ってやって負けるというこれがねギャンブルなんで、皆さんねくれぐれも私をね反面教師にねしていただければ幸いでございます。本当に申し訳ございません。私これ動画のネタとしてやってるだけでございますので、普段はねやってないんですよね実は。現在時刻15時30分です。今からねまずはねスーパーに行ってからお風呂に行って、その後ねキャンプ場の方に向かいたいと思います。うわー、山がね綺麗ですね。佐賀県もなかなかいいですね。さあ目的のねスーパーエレナです。スーパーに到着いたしました。さあ次はねお風呂の方に向かいたいと思います。さあお風呂屋さんに到着しますよ。右側です。あ、これですね、キューラギ温泉、ここですね。さあ到着いたしましたよ。あ、結構車多いですね。こちら空いてるところに停めますか。さあ現在時刻16時32分です。今私ねこちらキューラギ温泉というところにやってまいりました。こちらもね佐賀県唐津市ですね。さあこちらのね旧ラギ温泉でね旅の疲れを癒したいと思います。ふう、さっぱりしました。もう真っ暗ですね。さあ現在時刻18時41分です。ここからね約9分、 5.8 キロのところにねキャンプ場があるんで、そちらの方にね行って今日はキャンプ場で泊まりますよ。およそ200メートル先、右方向です。あ、涼しくて気持ちいいですね。さあどんなキャンプ場なんでしょうかね。夜この暗闇の中でね到着するんで全貌はわからないと思いますけどもね。バイクだとね、さすがに左方向です。この暗い夜道を走るのはね厳しいんですけれども、車だとちょっとまだマシですね。山道とかね、ほんとバイク出してたらね怖いんですよね。さあやはりね山道に入っていくようですね。怖いですね山道、夜はバイクだったらもっと怖いですよ。何かタヌキのような動物がいましたよ今。何でしょうか、イノシシの子供のような、タヌキのような、何でしょうかね。キャンプ場手前1分 350m のところなんですけれども、びっくりした、工事中で入れないのかと思った。おっと、なんだこれは、
道の、ま、半分以上草木が覆ってるぞ。怖いですねこの辺りの雰囲気。しかもトンネルじゃないですか。なんという不気味な感じですか。このトンネルはちょっと怖いですよ。あれれ、怖いですよ。あ、このトンネルじゃなかった。このトンネルじゃなかった。 Google マップが違う方向行ってる。ちょっと待って、キャンプ場こっちじゃなかった。やれるんですかこれ。怖いですよ。今私鳥肌が立ってますよ。何ですかこのトンネル一体。トンネルの手前で曲がるところなんてありました？これ何ですかあれ。どういうことですかこれ。これ右ですか。怖いですね。いや何ですかこれ、真っ暗じゃないですか。本当にキャンプ場なんてあるんですか。これ左手にキャンプ場ですよ。いや不気味ですね。あ、何やら電気がついてますね。よかった。人がいるんでしょうかね。あ、テント張られてますね。よかった。人がいるようですよ。怖かった。今、あのトンネル、すごい不気味な。寒気がしましたよ、私。ちょっと夜なんで分かりにくかったですね。怖いですよ。入り口はどこですか、キャンプ場。左手なんですけども、あ、ここゲートがあるんですね。さあ、キャンプ場はどこでしょうか。入り口は左手、この辺りがキャンプ場なんでしょうかね。あ、テント張ってますね。よかった、前方。あ、車がこんなところに止まってますよ。あれれれれ、こんなところに車が止まってるっていうことは駐車場がないっていうことでしょうか。右手に東屋のような感じになってますね。もう到着ってなってますよ。あれれれれ、もう通り過ぎましたよ。あ、ここが駐車場のようですね。あ、お水が汲めるんですね。あ、湧き水って書いてますね。そしてこちらは何でしょうか。そしたらこちらトイレかもしれないですね。あ、こちらトイレのようですね。よかった。ちょっとね、夜なんで前方が分かりませんけれども、この辺りにしましょうか。さあ、現在時刻18時59分ですね。今私こちら、これなんて読むんでしょうかね、なんちゃらダムスポーツ公園というところにやってまいりました。佐賀県唐津市ですね。ここはね、この僕の情報によるとね、ネットの情報でこのようにね、さようの湖キャンプ場っていう風に書かれてたんですけども、実際のところのね、名称はどうなのか分かりませんけどね、そちらにね、水汲み場のようなものがあったんですよね。ちょっとね、降りて見てみましょうかね。さあ、こちらがね、水汲み場っていう風になってるんですよね。さあ、水をね、汲んでいきましょうかね。あ、冷たいですね。車1台につき1回40リットルまでって書かれておりますね。しかしこれずっと放出されて垂れ流しの状態なんで、後ろが突っかえてなければいくら持って帰ってもあんまり変わらないような気がしますけれども、この水は飲める水ということでしょうかね。おそらく汲みに来られてたんで飲める水なんでしょうね。あ、こちらのね、キャンプ場、どうやら楽天モバイルの方が電波が微妙に2本、ドコモはね1本、ちょっと電波がね、ここはやっぱ山の中なんで弱いようですね。残念ですね。さあ、ご飯をね、炊けましょうか。ちょっと風がきついでしょうかね。今日の晩ご飯はね、差し入れでね、先日いただいたこれね、バターチキンカレー、これをいただきたいと思います。あとね、南関揚げ、ふっくら南関揚げというこちらお味噌汁ね、いただきたいと思います。ありがとうございます。本当にね、助かりますよ。さあ、こちらね、お湯沸かしてる間にスーパーでもらったね、氷で冷やしておいたこのビールをね、いただいちゃいましょうか。お、冷えてるじゃないですか。キンキンに冷えてやがりますよ。これもね、差し入れでね、いただいたやつなんですよ。ありがとうございます。本日は差し入れ三昧でございます。お疲れ様です。くー、
ご飯の出来はどうでしょうか。こんにゃにゃちは、あ、ちょっとまだできてないですよこれ。え、なんかお米が小さくないですかこれ。わ、あれおかしいな、硬い、なんでだ、全然足りてないぞ、これはいけません。じゃあお味噌汁を、まずはちょっとね、ご飯がいまいちだったんでお味噌汁いただきます。あ、これは美味しいですよ。うん、あ、さあどうでしょうか、ご飯ちょっと、あ、良くなりましたかね、ちょっと良くなったようですね、うん、お焦げもできて美味しそうですね。バターチキンカレー、このままいっちゃいましょうかね、上から。さあ本日のね晩ご飯はこれね、視聴者さんに差し入れでいただいたバターチキンカレーとねスープですね。そしてこれも全部ね差し入れでビールもいただいたものなんですけども、いただきたいと思います。ありがとうございます。さあお味の方はどうでしょうか。お肉が入ってますね、お肉からいっちゃいますよ。お肉とご飯いただきます。うん、これ美味しいですね。うん、さあこちらのね赤貝味付け、この缶詰もねいただいた差し入れなんですけども、ビールのおつまみにねちびちびと飲みながら、これもねいただいちゃいましょうかね。いただきます。すごい味が濃くて美味しいですよ。お酒のあてにぴったりですね。うん、さあというわけでね、本日はねこちらのキャンプ場のね駐車場でね車中泊したいと思います。おやすみなさい。